ギリシャの首都アテネで海運会社を解雇された元従業員の男が社長ら3人をライフルで殺害した後、一時事務所の中に立てこもる事件がありました。ギリシャメディアによりますと、アテネにある海運会社で12日、事務所に押し入った男が社長や従業員ら男女3人を銃で撃ち殺害しました。男は76歳で、この会社の元従業員で、一時事務所の中に立てこもりました。その後、警察官が突入すると、男は事務所の地下室で死亡していました。近くには凶器とみられるライフルがあり、自殺したとみられています。男は最近この会社から解雇されていて、警察が事件の背景を調べています。